こんにちは、速稼塾の久保です。今回も億万長者合宿の動画をねお送りしようかと思います。まあ、ちょっとね今日は本編の前に少しだけご挨拶させていただきたいんですけども、まあ私もね速稼塾始めて2013年からもう7年8年になるわけなんですけども、昨日ですねとってもいいっていうか嬉しいメッセージをいただきました。それがですね、Facebook を通じて私のことを、まあ、調べてくれて友達申請くださったんですよ。まあ、当然私も承認するわけなんですけども、その後にですねものすごく丁寧なご挨拶をいただいて、まあ、億万長者合宿を見ていますということでね、まあ、応援のメッセージなんですかね、非常にこういう方がメッセージいただいて私もねやっててよかったなと思いましたね。今までも何回かメッセージいただいたことはあるんですけども、今回ね特に染み入るような短かったんですけども深くね、まあ、なんて言いますかね、お気持ちを伝えてくださるそういうメッセージが来て、久しぶりにねなんか人に励まされたような気がしましたね。まあ、ということなんでね、その方に対してもこれから真摯に向き合うようなメッセージ、それから心からの感謝とかね恩返しをしていくつもりで、メッセージを送らせていただきますと気がつくとですね、吉谷さんのチャンネル登録者数も地道に増えてですね、3150人ぐらいですか。前見た時3020人か30人ぐらいだったかなと思ったんですけども、増えてますね。やっぱりこれでいいと思うんですよ。チャンネル登録者数とか再生数を増やすために無理やりねコンテンツを作るんではなくって、自分の思うことを素直に伝えて結果再生数がゼロだったらそれでいいわけなんですよね。それで自分が正直には生きた結果チャンネル登録がゼロ、それもいいじゃないですかね。そういうところを見つめながら、自分の意見は少数派、ごく少数派なんだなってことが確かめられたら、まあ、それも一つのね、まあ、意味があることではないかなと思うんですよ。何もかもね、大きいとかね多いのがいいわけではないんですよ。まあでっかいことはいいことだっていう時代もありましたけども、まあ、それもね、時と場合によって変わってきますんでね、私は少数派をこれからも貫いていこうかと思いますし、まあ、わざわざ少数派になろうと思ってやるわけではないんですけどもね、自分の意見が多数派でないことはよく分かってますから、多数派でないから今みたいな暮らしで送ってるわけでね。で、今日はね、ネットビジネスがなんでね安く見られるのかっていうことをちょっとお話ししようかと思うんですよ。情報商材がなんでね下に見られるのかってことを吉田さんも言われてましたけども、これは一重にですね本当にね私も反省しなければならないんですけども、そのインターネットを使ったビジネスをする人ってね根性がないんですよ。続かないんですよね何をやっても。で大多数の人が続かないでしょ。でやったんだけど稼げないでしょ。だから恥ずかしくて人に言えないんですよ。で3つ目騙すんですよ。もちろん一生懸命やって稼げない人とイコール騙す人ではないんですよ。騙すような人もいる。もう短期間でねいきなり現れてきてものすごく編集してどぎついような動画をどん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 出してクリックして購入してください今だけですよ特典つけますよみたいな感じで売ったら逃げるみたいな人もいるんですよ。でそういう人は一部います。だからそれも、まあしょうもない人だなと思うんですけども、言ってもねやっぱりこうなんていうんですかね、どんな世界にも悪いことするやつはいるんですよ。パン屋さんにも悪いことする人がいる、運転手さんにも悪いことする人がいる、それからね他の国会議員でも悪いことする人がいる。でも大多数は悪いことをする人ではないんですよね。でそのインターネットでビジネスする人も大多数は悪いことをする人ではないんですよ。ただ結果が出ないんですよ。で根性がないから続かないんですよ。でこういうところでね例えばネットビジネスやってますっていうふうにはっきり言えない人ってなんでなのか。なぜなら自由を手に入れてないから、それは言いにくいじゃないですか。ネットビジネスやってってるんだけど結果出てないんだよねっていうような状況で堂々と私の本業はネットビジネスです、情報商材売ってますって言えないでしょ。だからなんですよ。だからねやってる人のほとんどが、例えばねコンビニで働いてる人のほとんどが約束された収入を手にしてるんでコンビニでバイトしてますって言えるんですよ。あ、僕セブンイレブンを着てますね今ね珍しいですね。まあ、そういう形なんですよね。で会社勤めしてますっていうのもなんで信用があるかっていうと、その金額の上下じゃなくて言われたことをきちんと守って給料をいただいて社会的な保障とか保険とかをいただいてるから、でそういう方が大多数なんで、私はどこどこに勤めてますって言ってもそれを聞いた人の大多数が同じ気持ちで同じ立場なんで、あ、いいよねって感じでお互いに肯定し合えるんですよ。でも私たちみたいなね、ちょっと少数派っていうかおかしな生き方をしてる人っていうのは職業聞かれてもね答えようがないんですよね。なんだろうかなと。で私も町内会の活動をずっとする中で
今度ね、あの町内会の会長をやるんですけども、職業をよく聞かれるんですよ。でも答えようがないんですよね。職業はこの前もあの昔ね、私がスーパーに勤めてた時のパートさんがちょうど街歩いてたんで、こんにちはって言ったんですよ。そしたら、あんた仕事しよらんのって言われるんですよね。で、素直に答えたのが、はい、してないんですよって言うから、そしたらでもどうしよるんって話になるんですよ。仕事してないんですけど、なんとなく生きてますみたいなね。うん、だから異端なんですよね。うん、だからそれを多くの人から見ると異常者なんですよ。でも私は自分が異常であることとか異端であることは自覚してます。あのそれを求めてそうなったわけじゃないんですけども、素直に生きてみたら、どう考えても多数派じゃないような考えで、多数派じゃないような行動で、多数派じゃないような結果が出てるんですよね。まさにそうですよね。でもこの暮らし、どこからどう見てもおかしいんですよ。あのこの何年もですね、いわゆる世の中でいう仕事ってものはしてないんですよ。で、時間的な制約も全然ないんですよ。24時間中23時間もう持て余してるわけですよね、時間を。うん、で、あの世間ずれもしてると、流行りものはわからないということなんですよ。で、年末年始も別に飲み会もないというね。うん、忘年会とかめんどくさいとか言ってる人が多い中、私は忘年会がないのが寂しいと。一人忘年会です、いつも。まあ、そんな感じで生きてるんですよね。で、こんな環境にも奥さんがいて子供が生まれるんですよ。子供が異常者にならないわけないですよね。だって私ね、学校に行かせるって選択肢が今のところないんですよ。うん、幼稚園とか保育所に行かせる選択肢もないんですよ。いや別に我が家にずっといてもらってもいいですし、必要な教育は私がしますからね。だからね、お他人様の先生様っていうところにちょっとお預けするかどうかっていうのは、まだちょっと考えなくちゃいけないなと思うんですよ。まあというのがね、義務教育で教えることは非常に大事なんで、まあ言うても学校には行ってもらうと思うんですけども、でもね、子供に教えたいことってそんなところにはあのないんですよね。まあ最低限やってもらいたいですけどね、義務教育は。でも私が子供に期待するのは、その会社を経営する能力とか、情報発信の能力とか、あのファイナンスですよね、投資をしたりとか FX をしたりとか、ネットワークビジネスをマスターしたりとか、うん、まあぶっちゃけですね、稼げれば学校なんて行かなくてもいいんだよね。最初から大金持ちだったら学校も競争も参加しなくていいんですよね。そう考えるとやっぱり世間ずれしてるなと思うんですよね。吉田さんもだいぶ世間ずれしてますけどね。まあ、あの今日ね、動画をちょっと締めさせていただきたいんですけども、いろいろと申し上げましたけども、なんでね、情報商材とか情報発信者、ネットビジネスに関わる人が恥ずかしい思いするのかっていうと、稼いでる人のおかげでじゃないんですよ。稼げてない人とか続かない人のおかげで、ちゃんとやってる人もちょっと後ろめたいんですよね、業界全体で見られるから。で、そのソフトオンデマンドの話も出てましたけども、多分その性風俗業界とかね、そういった、まあ、いわゆるアンダーグラウンドな裏業界みたいなところっていうのは、ほとんどの人がどうなんですかね、社会的に認められないっていうのは、社会的に認められてないような、あの立ち振る舞いをする個人が集まってやってるからではないかなと思うんですよね。まあこれはね、風俗業界のことを言うのもちょっと難しいんですけども、なんと言いますかね、そうですね、その表現難しいんですけども、そこに関わる人一人一人がね、どうお客様や世間に誠実にやってるかによって、その業界の尺度っていうのは測れるんではないかなと思うんですよ。ですんで、無礼な人ばっかりが集まってると、どれだけね、当人が一生懸命やってんだよとかね言ってもなかなか認められないんで、あの人様の評価だけが全てなんだろうなと思うんですよ。それがチャンネル登録の数だったりとかね、まあ数では測れない質ってものもありますけども、そういったところに来るのかなと思いますよね。まあ、今回はね、そんな感じでございます。他に言うことはもう一個ぐらいあったと思うんですけど、忘れましたんで、また次の動画でお伝えします。それではね、いってらっしゃい。